あの、インストール終わないから、今のパソコンのわかんなさを教えようかなと思います。知識。え、まず、パソコンどれくらい知らないかっていうと、触ったことはあります。みんな触ったことないと思ってたでしょなめてたでしょ正直。実は触ったことあるんです。あれは3年前の夏頃でした。いや、冬ですね。え、3年前の冬頃でした。そ3年前の冬頃にですね、あのー、動画編集をしようと、 思っていましたらメモリー不足でソフトが落ちてしまうという事態にあの至ったことがありましてそしてパソコン ののメモリーカードというものを当時ゲームをしていた友達から「メモリーぐらい買えばいいやん安いよ」という言葉によりアマゾンにて8ギガバイトというメモリーをね2つ買わせていただきましたなんですけどなんか届いたのは今1000かと思ってたのね1000を刺すみたいな1000を刺して追加すると思ってたらどうやらパソコンを開けてどっかにぶっ刺すだけ らしいんですけど、パソコンをね、ネジをこう四隅にあってこう外して、なんかこう溝があるからってって、ラインビデオ通話しながらこれやってたんだけど、もう全くどこに刺すかわかんなくて、でね、その長細い板チョコンみたいなのをね、はめるところがあるんだけど、こう、なんか多分ここやなってところがあったんだけど、そこにね、刺した瞬間にね、バキって音がして、そんな 力入れてないはずなんだけどバキって言ってあれこれはパソコンがダメな暇でもわかるこれは良くない音だそう言ってたのあのライン電話で教えてくれた人はカチって音がするよって言ってたんだよでも暇が聞いたのはバキって音だったのあらおかしいなこれは 音が違うなでも人によってもしかしたら感覚的にこの音をバキっていう音をこの「カチっていうふうに思うのかなと思ってその時にねその友達がちょうど「もう分かるやろうもう場所分かったなら分かるやろ」っつってね育児放棄されたのでその後聞いたらやはり失敗していたみたいでそれが暇ののパソコンの触ったことのある。 経験談でございます。今のパソコンの中にまたメモリーカードを入れようと思ったら、そのパソコン自体が壊れてしまってですね、もう終わりましたはい。そして今はそこからパソコンのメモリーが容量がハードディスクというものが多くなるたびに、えー、触るのが怖くなってしまい、そしてパソコンの容量を コントロールパネルから削除するたびに何か変なものが消えてしまわないかという恐怖に陥りハードディスクの中身が赤くなってきた頃にヒマはパソコンを買い替えるということをしてきました1年間に2台ずつパソコンが変わる本間ですがそれぐらい怖かったです そんな本まひまわりは、ちょっとそろそろパソコンを詳しくなろうと思い、今回のね、配信に、ふ、踏み入りました。そう、みんな言うんだよ、もったいないって。でもね、パソコンわかんないね、老人、あ、老人じゃ、ひま、誰がほら誰が老人って今、老人ではありません。老女です。この老女はね、わからないんですよ。パソコンを自分で触ったら壊してしまうという、この、怖いんだよ、もう、40、 とかするものを壊してしまうんだだよその少し力を入れただけでだからもうね、嫌なのよ。今、何も触りたくない。でもさ、これからやっていくわけじゃん。だから触らずには入れられないわけじゃん。ライバーやってたり、配信業してたら。だからもう、学ぼうと思って、さすがに。もう、今、ちなみによ。ちなみに、ハードディスク、今、いっぱいね。ちなみに、ハードディスクいっぱいで、えっと、違うパソコンあります。もう、保険のパソコンあります。買い替えることは決定して、買い替えてます。 はい、ですが次からちょっとやりたいと思います。